天意は、中国語漢末期の武将。曹操に仕えた。字は伝わっていない。遠州陳流軍を乗れわれ剣の人。子は、天満。三国志義士、に理想文領元天に法縁伝えに、捨てがある。堂々とした体格で、怪力、さらに硬い設備と男気を有していた。若い頃、上優の粒子のために、彼の仇であった、力差しを打つことにした。 李久氏は依然不審県庁を務めていたため、厳重な警備をつけていた。天衣は懐に相口を忍ばせ、表面上は普通の客を装っていたが、門を開かせると、たちまち、李久氏を刺し殺し、ついでにその妻をも殺した。近所に市情があったため、大騒ぎとなったが、しばらく誰も天衣に近づく者はおらず、遠巻きにして後をつけるのみであった。やがて天衣は、 敵の仲間に出くわしたものの、あちこちで戦って脱出に成功した。この一件で豪傑として知られるようになった。初平年間に蝶幕が挙兵すると、その芝の長長に兵士として仕えた。誰も持ち上げられなかった騎馬門の肌を片手で持ち上げたので、長長に一目置かれるようになった。後に、曹操軍の過去を圧し配下となり、何度か先行を上げ、 しとなった。牧碑で、旅婦と曹操が戦った時、店員は、数十人の突撃隊を率いて、反撃を手に、矢の雨の中で奮戦し、旅婦軍を防ぎ止めた。問いとなり、曹操の親衛隊であった精鋭数百人を率い、戦闘の度に先法として、敵陣を陥れた。これらの功績により昇進して、たけし行為となった。中心があり、 慎み深い性格だった。昼はずっと、曹操の傍らで自立し、夜は、とばりの左右で宿営したため、自らの家に帰って寝ることは、ほとんどなかった。飲み食いの量は、人の倍で、午前で食前を賜る時は、左右から酒を注がせ、給仕を数人に増やして、やっと間に合うほどだった。大きな葬劇となぎななどを愛用し、長過の創始に、天空あり、一層、 激八十金を、ひさげぐと生やされた。検案二年春正月、曹操が、慶州の蝶縫いを聖伐し降伏させた時も、天威は従軍した。酒の席で一尺ほどの大斧を持って、蝶縫いたちを睨みつけたため、誰も顔を上げられなかったという。その後、蝶縫いが無本を起こすと、曹操を逃がすべく部下たちと共に戦った。天威が守っていた尋問には、 敵が侵入できなかったが、敵は他の門から陣に侵入した。天衣と十数人の部下は多数の敵に囲まれたが、皆一人で十人を相手にした。天衣が鉄撃を一振りすると、敵の矛が十数本砕かれた。いよいよ部下が死にたえ、自身も数十の傷を負ったが、天衣は敵二人を両脇に挟んで撃ち殺した。これを見た敵は、 近づくことができなかった。天衣は、最後、突進し、数人を殺してから、目を怒らせて口を開け、大声で罵りながら死んだ。敵は、恐れながら近づいて、天衣の首を取り、全員でその遺体を見物したという。曹操は、舞陰で、天衣の死を聞くと涙を流し、子である倉庫の死以上に悲しみ、遺体を取り戻すために死願者を募った。曹操は、 国別式で泣き、棺を陳流氷上流に送り届けさせた。その後、曹操は戦死した場所を通るたびに、天意を弔い、彼の子である天満を老中とし、後に芝に取り立てて、側に置いた。生死4年秋7月、双方は承直を下し、曹操の病庭に、後進20人を祀った。天意は、行位という高くはない地位であったにもかかわらず、 この中に含まれている。陳治は、巨巨と天意が、曹操の左右を警護したことは、官の反会になずらえると表している。小説、三国支援儀では、懲罰配下であったが、他の者と衝突し、殺人を犯して山中に逃亡する。虎を追いかけていたところを、過去を厚しに見出され推挙される。また、黄金の残党難儀を捕らえようとしたところに、巨巨が現れて、 身柄を争う。その怪力から早々に、古のお来のようであると言われている。ちなみに、長縫い乱の際には、長縫い軍の古社寺に酒で酔わされた隙に武器を奪われたため、敵の武器を奪って戦うが、敵の急兵の一斉射撃を全身に浴び、直立不動のまま、息絶えたことにされている。デクレパニー、レイフ、A、バイアグラフクルディクショナリーオブレーターハンツー。 ザスリー・キングダムズ・ブリル・ P138 ISBN 978-900415-6050ありがとうございます。